ハニッチュチャンネルプレゼンツ、ひなとりりかのキラキラサバイバル。キラサバブー、じいじい、最後のセミの前、最後のセミ、ちょっと切ないね。そう、最初からそう、なんか、うん、秋は切アンニュイなものでしょ。こうやって少しずつ、うん、あの頭がいいことをアピっていこうと思って、うん、秋からいいことをアピっていこうと思った時点で何かがだってほら良くない感じがするけど、ねね、文学とかでしょ秋って、読書の秋とか、そうそうそう、だからちょっとアピっていかないと、うん、気づいてもらえないんだよね、あんまり。何に、ね、ひなちゃんはさ、何に一体気づいてほしいのかな、みんなに対して。え、だってさ、うん、毛穴から出てくるのはなんだっけ、マイナスイオンでしょ、もう十分それで何かが出てくるよね、うん、で前回は溢れる知性を出していきたいの。え今年の秋は、うん、あの、うんうん、つかめるかわからないけど、うん、そういう旗を立てて、うん、その旗に向かってちょっとダッシュしてみる秋の。分かった、うん、過去何回もいろんな話を聞いてきたよ、うんうん、あの今年は雅を出していくとか、うんうん、色っぽくとか、うん、実現された試しがないんだけれど、この秋はじゃあ期待してみようかな。で、レイカが、うん、ヒナの背中をドンドンドンと押してくれないと、うん、途中で旗の場所忘れちゃうから。分かった、旗の場所を忘れちゃう。雅も今旗の場所が見当つかなくなってるから、何が雅なのかというと、そうそうそう、じゃあちょっと今日はその知性について、うん、考えていこうか。そう、秋だからね。 OK、うん、キラキラスパイス、この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM よりお送りいたします。エンジェルノートベストコレクションボリューム8、オレンジキャンディーボックス、最新ゲームタイトルやエンジェルノートの名曲の数々をぎゅーっと詰め込んだオレンジキャンディーボックス、豪華な歌姫たちのハイクオリティの主題歌集オンセール。ひなちゃんの、うん、知性、今日ちょっとさ、うん、知性がありそうな顔してない？ちょっと待って、ごめんね、ちょっと話ちょっと中断していい？うんうん、皆様こんにちは、うん、イリカです。あ、そして知性あふれる中瀬ひなですね。ん、あの、ね、言ったもん勝ちじゃん、こんなもん。うん、あ、そうなんだ、あ、この人知性の人なんだってこと？そう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 、知性の日なんて。だからもう、なんだろう、耳にこびりつかせれば、うん、あだ名になってきたんだ、知性の日なみたいになってってほしいな。なるほどね、うん、何よ、今日はもう聞くよ。うん、聞いて。ひなちゃんが、うん、その知性という旗を立てたいその場所をさ、うん、どういうものになりたいのかをちょっと今日聞きたいよ。うん、まずね、うん、この間なんか事務所内で漢字テストをしたの。はい、私だけ、はい、みんなに質問されて、うん、で起床っていうじゃんじゃん、起きること、はいはい、で起床かけますかって言われて、うん、かけるよと思って起きるって字まではあってた、うんうんうん、ショーっていっぱいあんじゃん、うんうん、で1個目は、うん、あの1小節2小節の章、はい、あのよく本の1章、はい、2章の章、でも間違ってはいないじゃん、起きて始まるってことだから1章目がみたいな、うん、でブーって言われて 2個目書いたら、なんかこういうさ、にゃっていうのがつくのを思い出したの、点書いて棒書いてにゃっていうやつ。そしたら症状の章を書いちゃったの。はい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 、だから起きてショーが始まるけれども、はいはい、もう一回起きたら病気になるみたいなことになっちゃったの。それで3個目で待ってと思って、なんだっけって言ったらヒントで
一番なんか朝起きてる時はどこから起きますかって聞かれて、うん、最大のヒントって言われて、目とか違うってで次はどこ、いやそうじゃなくてどこから起きるかって話って言われて、腰って言ってで体の部位から離れましょうって言われたから、あ体じゃないんだと思って、うん、脳って言って内臓に行ったわけよ。体の部位じゃないって言ってるのに脳って質問してる。脳は部位じゃないじゃん。んどういうことかなじゃあ今度は部位の話から始めなきゃいけないかなうんうん、それでで、うん、布団だったら分かります、布団だったらどこから起きるってトコって出て、トコ、うん、みたいなで、キショって初めてかけるぐらい、うん、私ね、めちゃめちゃ漢字が弱いらしいことに気づいたの、うん、とっても。あとは象形文字みたいな、なんか誰もが読めない字を書いちゃうとか、うん、なんかもうほんと弱くて、まず漢字勉強からやり直そうと。ただ漢字書ける女ってさ、だからすごいできそうに思えるじゃん。なんかうんうんうんみたいな、電話でうんうんってサラ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 って全部漢字みたいな、わーすごーみたいな、うん、それをやりたいんだよね。まず第一個のフラッグ書ける。だってすごい、私ちょっと書き留めとくね、うん、ひなちゃんは漢字を書けるようになりたい。でも私もそう思う、うん、でしょ、うん、漢字ってさ、うん、漢字って書ける？え、書けるよ漢ほらよかった、書けた、書けました、漢字は書けるよ、よかった。もうここでもう第一歩いけた、もう第一歩、フラッグもう直前だよね。フラッグもうすぐ一個撮影、あと手伸ばしたらどこででもフラッグだよ。うん、まず漢字を書けるような女になりたい、うん、私もなりたいでしょ。うん、であとちょっと記憶力が高い女になりたい。うん、なんか明日のことを思い出すとかそれ基本ちゃん、あ、ちょっと待って、私には胸が痛くなったのはなんでかなそうだよね、あの忘れちゃいけないよ、約束って忘れちゃいけないよねそう、私もそう、うん、なんか記憶力いい女になりたいなんでそんなリリカがダメージを受けて、今ひなの知性の話ね。そう、うん、ひなもあのさっき食べたものとか、うん、見事に覚えてないんだよね、本当に。外で食べたとしても、あとそうやってなんか思い出せる女になりたいのちょっと思い出せる女っておかしいな、はい、漢字が書ける女、はい、思い出せる女、はい、あと難しい単語を言っても褒められない女、なんかちょっと難しいことを言ったら、うん、すごいじゃんみたいな、あよく知ってる、当たり前じゃんみたいな、そう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 、よく知ってる女になりたい、そうよく、うん、なんか国内のことを知ってる女なんていうの、一つあの質問なんだけど、うんうん、ひなちゃんにとって南と西は、あ、違った、西と東はどうやって分かれてたっけ。日本は、日本をパンって目分量で、うん、目分量で分けた、多分こんくらいみたいなうんうん、いいよいいよ、うん、最高、分けて、うん、で左側と右側、うん、うん、だいたいこっち右手だけどねこれで左側ってだけど、まあいいんだけど、うん、右側と、右側にそれは何があるの。北海道、うん、で左側は九州、うん、がある、うん、でそっからこう真ん中の中心線によって歩み寄っていく、うん、都市ども、都市どもじゃないや、都市たち、うん、そのこのラインの真ん中には何があるのか、何を境に、いや目分量なんでちょっとずつ分量は毎回線を引く場所によって変わるんだけど、うん、だいたいこう指で親指と小指ピンってやって、うんうん、タンタン1ひなで、うん、2ひな、うん、ってことはこの1ひな終わったとこに、東京はちなみにどっちに、東京はちょい右寄りなんだよね、うん、右寄りなんだ、うん、千葉は下?OK 神奈川より神奈川は、うん、左ちょい上、ひなちゃんがそのさっき言ってた岐阜っていうのはどこにあるのかな。岐阜は、うん、空想だけど
私の脳内の日本地図の妄想だけど、こう割ったとこの左右ちょい上じゃあ大阪は大阪は大丈夫、うん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 、左ちょい上、うん、岡山は岡山が左、うん、かなり左それはさ広島はどうかな。じゃあ広島は私、うん、島って言うぐらいだから島だと思ってた、うん、勉強したんだよね広島はね。そう、あの島、九州の方だと思ったでしょ。そうそうそう、島だからでも違かった、うんうん、左一個でかいブロックのちょい端。え、待てよ、こう大阪からもっと、うん、もっと左に岡山があるんだよね、うん、そんで広島はどこに行っちゃうのかな。その岡山よりちょい手前、うん、中心線に近い感じ。岡山より広島の方が中心線に近いの、うん、そのなんだろう、その下にある島はなんて言うんだっけ。四国。あ、来た。そしてそのキャラバン、キャラバン役立ってる、キャラバン役立ってる。四国と、うんうん、でっかいブロックの間は鳴門、うん、海峡、渦巻いちゃうんだよね。そう、渦巻いちゃうところがあって、うんうん、合ってるよね、うん、だからちょっとずつは日本地図と接点を持とうと。漢字ができる女、うん、思い出せる 女、日本地図と接点を持てる女。そうでしょね、今まであんまり関わってこなかったんだよね、地図と。白地図とかさ、やったじゃん、小学校の時。でもさ、全部白いとこにどうやって書き込めって言うんだろうって思っちゃう。だって暗記して、何の意味があるんだろう。でもね、すごいわかる。私、北海道にいたから、うん、うん、なんかすごいひなちゃんと同じで、うん、興味がなかった。でもさ、北海道に行ったじゃん、ただ全部北海道からこっちは左寄りになるよね。中心線を北海道とさ、うん、青森の間に置いちゃいけないよね。あ、そっか。そう、置いちゃうと全部左側になるよね。何が左か何が右かちょっと分かんないけどでもそうだね、うんうん、だから東西南北も私本当に理解するようになったのって、うん、5年前ぐらいなんだなんかお恥ずかしい話ですが。いや、いいと思う。ちょっとじゃあ勉強しよう。来月さ、うん、ドリル持ってこよう私ね、本当に漢字ドリルはやろう。私もやりたい、うん、じゃあさ、うん、ちょっと何ができるか考えていこう、うん、その前に、うんうん、そのほら明日はもう始まってるキャラバンの、うん、そうだね、仲間の歌を聴いてもらいましょうよ。だね、うん、だね、うん、なので、ゆうまでランプオブスゲー。はい、聴いてもらっちゃいました。代表曲ですね、ランプオブスゲー、うん、そうだね、はい、まあ、あのキャラバン中は別に歌わないけど、うん、トークを繰り広げていくと。あとはあの配布物を直接渡したりとかしてく感じ、うん、あのそのキャラバンでいろいろ回るじゃないですか、うんうん、そこで日本地図を勉強するってことできますよね。今自分が日本の中のどこら辺にいるのかってことが勉強できますよね、うんうん、これで知性の旗が立てますね。あ、日本地図と接点を持つもんだね、はい、Google マップとかですごい遠い距離から出せばいいんだよね。うん、だからそのさ、なんか日本地図の何かをそのキャラバンのメンバーに書いてもらって、うんうん、行ったところを埋めていくっていうのはどう。はあ、白地図みたい色塗っていくやつだ。そう、私はここに行ったよって言うとさ、うん、勉強できていいじゃん、うんうん、それでプラス、うん、ひなちゃんはいろんなとこに行くから、うん、何が美味しかったかを書き込んでいく、うんうん、あ、それはね覚えてる全部、うん、場所は仙台は何が美味しかったの。仙台は牛タン岡山は、岡山はご飯食べてないんだよね、素通り、あの、こっちはいろんな場所行っちゃうから、ね、
広島も広島もそうなんだよね。で小倉では、うん、で絶対買うんだけどコケコッコっていう卵かけ醤油が売ってて、それだけは大人買いしてくるのね、本当に美味しいから。で小倉はそれで覚えてる、うん、福岡はラーメンでしょ、うん、で熊本はパスシでしょみたいな。で北海道は魚介類、イカとかウニとか。静岡とかは、静岡はあれ桜エビのかき揚げ。あー静岡ってでも、うん、あれもあるよね、なんかおでん黒、あ、うんうん、黒はんぺんみたいなやつ、うん、あるよね、うん、でも桜エビのかき揚げが大きいんだけどいつも2つ食べちゃう、大好きすぎて。へえ、ちょっとあのさ、うん、あのキャラバンの途中で帰ってきて今度ラジオやるときには、うん、あのお願いだから、うん、それに書き込んだの持ってきてもらう。分かった、日本地図にね。そう、うん、そしたら日本地図と接点が持てる女になれるよね、まず。そうだよね、そうだよね、今まで接点を持とうとしなかったからね。そう、持とう、で思い出せる女で、うん、その行ったところの思い出を書いていけばいろんなことを思い出せる女になるでしょ、うんうん、それでそれか牛タンとかを漢字で書ければ、漢字で、あ、うん、そうだね、うん、とかそのいろんなところを、うん、何北海道とか全都道府県も漢字で書ければ、うん、まあ、漢字との接点も持てるよね。そうだね。あー、あー、ちょっともう旗つかめんじゃない、私まだつかんでない想像しただけでつかんだと思っちゃう、お待ちだね。じゃあつかんだら、うん、今つかんだって言って、うん、あの言うと、うん、分かんないから、うん、今度のラジオでやってくれる。うん、分かった、ほーらねって、うん、で説明しながらつかんだ、うん、で漢字ドリルとかをやっていく。で漢字でしょ、うん、漢字ができる女、うん、思い出せる女、うん、日本地図と接点を持てる女、まあ、もうあと2個ぐらいいこうか。あのさ、知性がある女って、うん、どうなの、どんなイメージなんだろうね、そもそもひなちゃんの中の知性がある女ってどんな感じ。なんか、うん、カフェテラスとかで、うん、すんごい難しい、うん、なんか5本を、それはどんな本、その種類は、なんか成功哲学みたいな本哲学、あ、じゃあなんかなんていうの、あとはなんか宇宙の話とか、一気にたくさんは無理だよ、うん、一個一個いこう、どっちからいこうか。でもなんか哲学よりは宇宙の方が分かりそう、うん、宇宙はどこに絞ろうか、ダークエネルギーね、絞ってないよね今さ広がったよねダークエネルギーってそもそも何かな、なんか最近見つかったんでしょ、うん、なんか宇宙はダークエネルギーでできているみたいなの、そうなの、知らなかった。あとは粒子、じゃあ分かった、ダークエネルギーについて今年学ぼう、そうそうそう、その秋にね、うん、じゃあそれ詳しく調べてきてくれる、でもちょっとかわいそうだよね、ただのエネルギーなのにダークとか言われちゃってんのよ。じゃあそれを紐ほどいていくのが知性のある女でしょ。そうだそうだ。でもさ、オープンカフェでさ、ダークエネルギーについてみたいの読んでたらちょっとさ、へってなるよね。なるね、うん、じゃあこれもね、じゃあ宇宙の神秘について、うんうん、でもこれをクリアしたら私次エジプトかなって思うの、うん、なんか世界に行く、あ、でも先に宇宙に行ってるのにね、うん、うん、それでもう一個ぐらい、なんだろう、これは本でしょ、本でしょ、うん、もう本は大丈夫。なんだろう、知性のある女って、あ、あれだ、ドル計算とかできる女ねえひなちゃん、ちょっと待って、ちょ待ってくださいね、皆さん、あの海外行ったことあったっけ、ないひなちゃんにとってドル計算必要だよね。ない、今必要なものでいこうよ、今すぐできる、計算できる女、うん、計算高い女違うなそれとちょっとニュアンスが変わるよね計算高い、なんていうのかな女ってちょっと嫌だよね。あのさ、うん、パーセント計算が瞬時にできる女、例えば何、その消費税の 5% とか、そういうこと、そう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 、あとはなんかこうバーゲンとか行った時に 60% オフそんなのすぐ教えてあげるいや、なんかさ、そもそもよ、このパーセントっていう字、なんで丸、棒、丸で、うんうんうん、なんでパーセントって
読むんだ。OK、パーセントを知る女、うん、あパーセントを掴む女でしょうか。そう、ね、だってさ、それでさ、あのパーセントっていう文字1個でよ 0.00 いくつとかをなんかかけたり割ったりさせられるわけじゃん、あんな目安でね。じゃあさ、日本語で言うとさ、うん、10割、うん、3割そう、そっちだと分かるの、同じです。でもさ、 3% じゃないじゃん、3割は。知ってるじゃん。でしょ。でもパーセントになった瞬間に、うん、ショートするんだよね。あ、もう3%っていうのが嫌いなんだね。なんであんな省略されてんだろう気になる。パーセントと友達になる女にしようか。じゃあ、うん、パーセントの心をつかむ、うん、OK、 パーセントの心をなんかね、昔からいまいちわかんないんだよね、うん、パーセント計算って、うん、もうすごいよ、これができたらすごい知性の女じゃない。そうそうそう、漢字ができる 女、思い出せる 女、日本地図と接点を持てる 女、うん、ダークエネルギー、宇宙の神秘の本を読める 女、うん、パーセントの心をつかめる 女、深くない？知性5か条、5か条。え、どうしよう、安易に、え、全部つかめますけどみたいな意見来ちゃっていいのいいの、他なんてどうでも、中瀬ひなが、うん、中瀬ひなの目指す知性の女を、うん、でもさ、何個かはもう旗握ったも同然だね。握ってないの、まだ何もやってないからおかしいからそっか、おかしいから、うん、え、リリカもでも漢字ができる女、うん、思い出せる女、これにちょっとずつ参加する、うん、してして、うん、でもパーセントは私ちょっと説明できるから、うん、じゃあさ、今度さ、どっかでさ宇宙の神秘について語るだけのキラスパとかやる。 OK、じゃあお互いだから語るなら調べてこないといけないからね。うん、ひななりな辞書で調べてくる。頼むよ。うん、ダークって暗いから嫌とか怖いとかってダメなんだよ。うん、大丈夫大丈夫、okay、大丈夫、エネルギーだから OK。 じゃあ、うん、ひなちゃんの知性が本当に身につきますように皆さん一緒に祈っていてください。はい、うん、じゃあここで、うん、あのリリカの曲を聴いてもらいます。うん、また子猫脱会屋の、はい、4段目のアルバム、うん、レジェンドというアルバムから人形の絵方聞いてください。エンジェルナートベストコレクションボリューム8、オレンジキャンディーボックス、最新ゲームタイトルやエンジェルナートの名曲の数々をぎゅーっと詰め込んだオレンジキャンディーボックス、豪華な歌姫たちのハイクオリティの主題歌集オンセール。先週に引き続き、はい、まだガゼンキャラバン中で、はい、まあ、今日の放送日には福岡熊本にいるんですが、来週の29日は北海道で、多分30日がドリームパーティーに参加してて、はい、10月6日に松山高松、7日に徳島、8日に静岡名古屋、12日が秋葉原で、13日大阪、14日神戸みたいなスケジュールになってるので、まあ今言ってる情報が、まあ今日思い出せる女にまだ慣れてないのでちょっと不安なので、詳しくはホームページを見てください。うん、言えた。なので、うん、地方地方でひなちゃんに巡り会えた方々は、うんうん、ぜひひなちゃんが知性がアップするようなね、うんうん、この5箇条もう一度言いますよ、うんうん、ひなちゃん、漢字が書ける女、うん、そして思い出せる女、うん、日本地図と接点を持てる女、ダークエネルギー、宇宙の神秘について詳しくなる女、うん、パーセントの心をつかめる女、うん、この5箇条を、うん、今年中、今年中だね、この秋にね、うん、そう、知性の旗を上げて、うん、やっていくそうなので、うん、何かこれがいいんじゃないっていう方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひひなちゃんに協力していただければと、うん、思います。合格お守りもこの間もらったの。何の？あー、そう、なんかお守りを最近いっぱいもらうの。なのでたくさんのお守りに守られながら頑張りますあのね、うん、なんだろう、
頑張るのもちろん体力も必要なんだけど、うん、知性って本当に考えることが必要なのでできれば、うん、なんていうのかな、自分の力、うん、いいんだよ、守られるのもいいんだけど、うん、努力、うん、努力か、努力ってどうやって書くっけ、努力は、あ、違うな、あそれ教育ということで皆さん、あのひなちゃんに女の股の女になっちゃってるんでそれは、近い、あ、心だよ、下それ怒っちゃう、怒っちゃうあの皆さん、ぜひあのひなちゃんに協力してあげてください、うん、はい、ということでまた、うん、ぜひ皆さん元気にお会いしましょう、またね、ひなでした、ひりかでした、キラキラスパイス、この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM よりお送りいたしました。